宮古サーモンハーフマラソン、10日、岩手、宮古市イコール日本陸連公認コース210975キロ、今年1月の第100回箱根駅伝で青学大の10区を務め、優勝のゴールテープを切った宇田川俊也、3年、が1時間2分37秒で優勝した。前回の箱根駅伝1区9位の荒牧智樹、3年、が1時間3分38秒で2位、エースの黒田朝日。 三年の弟の善、一年が一時間三分四十七秒で三位、北村悟志、四年が一時間四分十四秒で四位、駿河大大の徳本和義監督、四十四の長男、陽一年が一時間四分十七秒で5位と上位を独占した。青学大の原新監督、五十七は箱根部位メンバーの宇田川と荒巻について、 宇田川は5キロから単独でゴールまで走りきり、昨季より一段階、レベルが上がりました。安心して袋の単独走を任せられます。荒巻は今季、ややで遅れていましたが、昨季のレベルに戻った。これからもっと上がってくるでしょう、と評価した。原監督はハーフマラソン初挑戦だった黒田前と乗本についても、1年生としてはまずまず。 来季以降につながりますと9大点を与えた。黒田の父黒田正義さんと森本の父徳本和義監督は放題時代のチームメート。2001年の箱根駅伝では黒田さんが1区3位、徳本監督2区2位と構想し、オレンジエクスプレスを編成。その年、放題は5区の大村はじめさんが終盤まで優勝争いを演じた。 黒田朝日はすでに学生トップレベルの選手に成長。原監督は、しかもようもな選手だった親父さんたちと同様の変鱗を見せつつあります、と期待を込めて話した。長男、ようの奮闘を伝え聞いた徳本監督は、チームの迷惑にならないように頑張ってほしいと息子に父ならではの辛口エールを送った。同日開催の世田谷246ハーフマラソンでも新人の味まり球。 一年が一時間二分五十五秒で優勝した。二位に平松京介、二年、三位に中村海人二年、四位に佐藤真奈と、一年、五位に本間総二年、と下級生が上位を独占。連覇を狙う第101回箱根駅伝、来年一月に三日に向けて選手層は厚みを増している。